この番組はキングレコードとご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日も暑いわね。ああ。こんなに照りつけて、いまいましい太陽ね。ねえ、なんでこんなに暑いの？もう最悪だよね。ねえ、聞いてる？聞いてますよ。違うよ、クーラー聞いてるの？ねえ、飛行機最低だったよね。ほんと、なんでファーストクラスじゃないの？機内食はまずかったし。うわっ、サブ！ねえ、僕たち羽鳥四郎代表代行に言われて日本に来ることになったのにさ、なんか扱い悪くない？あ、ちょっと止めて。ほら、あそこ神浜ロールのお店だ。うわ、ほんとだ、食べたいな。ねえ、車止めてってば。って言われても。いいから早く。くっつかないで。うわい。もう勝手にしろ。くださいな。カノンにアタック、奴らペンギンブラザーズ。で、話ってなんだよ。ママ、お茶でもどうぞ。あ、どうもどうもって、お茶なんていいから早く言えよ。あのね、うん、何ですか？実は、私たちアニマリアンなの。あのね、私たちもママから聞かされてびっくりだったんだけどね。アニマリアンって、あの評価面とか黒ヤギ白ヤギさんの仲間ってことか？いつからだよ。そうですよ、いつの間に？ちゃんと説明するとね、私たちのおばあちゃまがアニマリアンなの。だからママはハーフで、私たちがそのまた半分、つまり生まれた時からアニマリアンクォーターだったの。クォーターってなんだ？4分の1っていうことだよ。おばあちゃまって、あの生物逆進化論序説を書かれたマリアンヌ・シェーンベルクさんのことですか？うん。アニマリアンってことはキルミンなくても変身できちゃったりすんのか？それはできないよ。だって4分の1だもん。ねえ、なぎさね。うん、そうね。では、その事実を知って、何か気持ちや体に変化があったとか。別に、リモは？うん、特にないよ。お姉ちゃんは？ないわね。じゃあ、俺たちとどう違うんだよ。どうってどうなんだろう。違いあるのかな？どうかな？ね、びっくりした。あのさ、リコ、俺のここにこうやってしてみろよ。え？いいからやれって。アニマリアンチョップ。何それ？なんかかっけえじゃん。そうだね。ま、難しいことはわかんないけど、別に今までと変わんないんだろ。それはそうだよね。じゃあいいんじゃね？もっとびっくりしないの？別に。なんかつまんないの。どんなリアクション期待してたんですか？そう言われると。なあリコ、俺を蹴ってアニマリアンキックって言ってみろよ。だから何それ？面白いじゃん。わけわかんない。早く元気になってね。あの、会わせてもらえませんか？無理だよ。アニマリアンなんて名前で呼ばれてるけど、ただ動物と人間の間にいる両方に近い人たちっていうだけなの。まさかバルスさんも？そんなわけないわよね。暑い。それに湿気が。日本の夏だめ。こりゃ住むのは勘弁だね。あれ見て。何何？うわ、神浜ショッピングセンター。ねえ、ちょっと止めて。もうお屋敷に行かないと。止めてよ、止めて。落ち着かないでって。リーもさ、今まで私たちが会ったアニマリアンって一体どこから来てるんだろうね。評価面についてはわからないけど、市役所のお姉さんたちは神浜生まれの神浜育ちみたいだし。ママの話だと、ここのところ急にアニマ
リアンが増えてるっていうし。そうだな、案外この辺りにもいたりしてな。目の前でゆるっとペン。ペン？なんで？何やってんのケン？ペンギン！はぁ？なんでペンギン？しかも変身したぞ今。追っかけよう。追いかけてどうすんだよ。あの子たちがアニマリアンならどこから来たのか聞くのね。ああ、君か。お久しぶりです。お目にかかれなくて、心配してました。ちょっと旅行をしていて。そうだったんですか。私私、生物の勉強をしようかしらって。そう、頑張ってね。はい、前にパルスさんがおっしゃってた、さまざまな動物がなぜ生まれなぜ滅びなければならないのかというのを私も知りたいと思ったんです。それで。そんなに簡単じゃない。え？いや、学問はみな奥が深いからね、難しいと思うよ。パルスさん、私聞きたいことが。すまない、教授に呼ばれてるんだ。ちょっとこう、ペンギンってお腹で滑ると早いんだね。あいつらどこ行ったんだ。皇帝ペンギンは寒冷地に生息しているから、もしかしたら冷たい場所を探してるのかも。手分けして探そうよ。ああ、キリン。ここ人多いから俺たちマジいじゃん。そっか、じゃあ狭いとことか私たちに任せて。じゃあ後で。いらっしゃい。今日はアジがうまいよ。ここにもいないね。どこ行ったんだろうな。もうヘドヘド。ダメですね。どこに隠れてんだろうな。結構涼しいとこ探しまくったよ。他には水のあるところとかプールとか。ショッピングセンターにプールはないよ。じゃあ池とか。なおさらないよ。じゃあ噴水。ハロン、やっぱり水浴びは気持ちいいよね。あら、カノンちゃん。私リコちゃんとリムちゃんのお姉さんですよね。ええ、巫女神なぎさです。前に会ってるわよね。ええ。ね、カノンちゃん、家庭教師のパルス先生のことですか。そう。先生が何か。カノンちゃんは先生といろいろお話ししたりするの？いいえ、お勉強以外のお話はあまりしないんです。そうなの。へえ。あ、ごめんなさい、つい。一匹狼って言葉あるじゃない。はい。だから狼って一匹でいるって思ってたんだけど、集団で行動するんですって。カノンちゃん知ってた？ええ、狼意外に寂しがり屋さんだと思いますよ。そうかしら。いつもは一人でいるけど、だからって一人が好きってことにはならないんじゃないかしらって思います。ああ、そうね。見かけによらないですよね。いつもは結構カッコつけてるから。そうか。
く食うな。うん、このアイス本当に美味しい。できれば持って帰りたいな。どこへ？南極。南極から来たんですか？そうだよ。おい、南極ってここだよ。なんだ、なんもねえじゃん。ほとんど雪や氷に覆われた大陸だからね。それがいいんじゃない、安全だし。そうそう、ここって暑すぎ。ね、もしかしてあなたたちアニマリアン？そうだけど、もしかして君たちも？ええ、私とリコはそうなんです。でもおばあちゃんがアニマリアンだからクォーターなんだよね。何それ、クォーターだかなんだか知らないけどアニマリアンなんでしょ？そうかな。はい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 。だったら僕たちとも仲間じゃない。そうだよ、ハーフとかクォーターとかそんなの関係ない。ない、仲間か。あのアニマリアンって世界中にいるんですか？うん、と革命を起こすぞなんて熱くなってるアニマリアンたちも国によってはいるらしいからね。革命。でも僕たち熱い人って嫌いなんだよね。あー、見つけた。やば。おい、もう寄り道はなし。ちぇ、もっといろいろ聞きたかったのにな。うん、何これ。準備はできたの？あら、カノン、ちょうどよかったわ。早くあなたも準備なさい。お母様、これは一体？前から言っておいたはずよ。あなたにふさわしい純血アニマリアのお婿さんを見つけると。羽鳥四郎代表代行の取り計らいで今日ここへ3名の候補者が来るのよ。聞いてないわ。どうして教えてくださらなかったの？教えたらあなた素直に従ったのかしら。さ、こちらへ座りなさい。お母様、私は。お連れしました。ようこそいらっしゃいました。カノン、紹介するわ。純血種のペンギンアニマリアンのシェーン・コブルポットさんよ。違う、僕はジュン。あ、失礼、こちらだったわ。何言ってるの、僕はショーン。では自己紹介を。僕はジュン。僕はシェーン。僕はショーン。僕ら陽気なコブルポット三兄弟、よろしくお願いします。はじめまして。さあ、始まりました、クイズでカノンハント。司会は私、獅子山獅子の神。回答者はコブルポット三兄弟。はい、そうですね、クイズはこれからですよ。回答者の皆様はこれから出題する問題に答えてください。では早速第1問。アニマリアン革命のスローガンとは？え、何？知ってる？相談はなしで。ん？はい、ジューンさん、ヒント、ヒントちょうだい。仕方ないですね。天に太陽、地にはマグロ。違います。正解は天に太陽、地には平和と動物をです。知らないよ、そんなの。うわぁ、あんま長い間唱えてなかったから俺も忘れてた。第2問はアニマリアンイズム検証からの出題です。第1条、我々アニマリアンは地球上に生きる全ての生物と共に生きるため、ホニャララに押し流されることなくペケペケを求めよう。わかった。はい、ショーンさん。流氷に押し流されることなくオキアミを求めよう。いや、間違ってるから。正解は感情に押し流されることなく平安を求めよう。だが平安を乱す者には全力で立ち向かえです。意味わかんない。第3問、革命の拠点であるブラドニアの虹の広場にはルーファス・シェーンベルク代表の姿をモチーフとした彫像が建てられています。さて、どんな…イワシ。正解はイチジクを加えた大コウモリの銅像です。もういいわ、無知にも程があるけど、それは後で教育すれば済むこと。カノン、あなたが選びなさい。え？あなたと共にアニマリアン革命を率いる次世代の革命家をあなた自身で選びなさい。いやよ、私は。いいこと、我々アニマリアンは古くは神と崇められる時代もありました。
しかしいつの頃からか人間が我々を吸血鬼だの狼男だのモンスターや妖怪呼ばわりして迫害するようになったのです。人間の罪はそれだけではありません。人間はこの美しい地球を私利私欲のために汚しました。地球環境の悪化も彼らの責任なのです。その愚かで不尊な人間を叩き潰すべく立ち上がったのが我々アニマリアン革命の旗手ルーファス・シェーンベルクなのです。え、シェーンベルクって人死んだんじゃなかったの？生きてます。おじい様生きていたの？彼が代表の座に戻れば革命は間違いなく成功します。ねえ、革命って楽しいの？は？面白いの？ふざけないで。やっぱり楽しくも面白くもないんだね。何を言ってるの？いい？あなたたちはアニマリアの中でも純血種なのよ。その誇りを持ちなさい。純血種って別にアニマリアンはアニマリアンでしょ。純血種とそうじゃないのってどれだけ違うっていうの？見た目わかんないじゃん。そんなのにこだわってるのって何世紀前の話？古臭いよね。楽しくお気楽に行こうよ。そうそう、それよりこれってもしかしてお婿さん選び？僕たち結婚する気なんてないんだけど。ん？あなたたち羽鳥代表代行から話を聞いてこなかったの？え、日本はいいところだから行ってみたらって言われただけだし、ついでに気に入ったら住んでもいいんじゃないって言われて。でもこう熱くっちゃ無理無理無理。それにその子可愛いけど脂肪少なそうだし、僕たちどっちかっていうと年上が好きなんだよね。だよねだよね。失礼ね。言っておきますけど、あなたたちの誰かをお婿さんにする気がないのは私だって同じよ。いえ、私の方が先にそう思ってたんだから。それにあなたたちなんて全然タイプじゃないんだから。怒った？怒ったね。しょうがないね。津波出しなさい。まあ、クイズでカノンハントこれにて終了。皇帝ペンギンなんて南極にずっと引きこもってりゃいいのよ。でね、そのペンギン三兄弟に、だったら君たちも僕たちと同じアニマリアンじゃないって言われちゃった。そうね、それはそのペンギンさんたちの言う通りだわ。もっと言えばアニマリアンも人間も動物も同じなの。ね、どういうこと？もともとアニマリアンと呼ばれる人たちは人間と動物の両方の姿になれるから、動物と家族を持つ人、人間と家族を持つ人、そしてアニマリアン同士で家族になる人がいたのよ。長い時が流れて今では動物も人間も誰にでもアニマリアンの血が流れているの。え、じゃあ僕やケンにもですか？ええ、そうなんだ。アニマリアンパンチ。でもママ、ママが動物とお話しできるのはアニマリアンハーフだからじゃないの？そうね、それもあるかもしれないけど、本当は誰でもできるはずなのよ。でもいつの間にか人間がアニマリアンの存在を認めなくなったり、動物たちの声に耳を貸さなくなったりしてしまったの。私たちキルミンで変身して動物の気持ちが随分わかるようになったと思うんだけど、それはキルミンがあるからできることなの？今はそうね。でももうすぐあなたたちはキルミンで変身しなくても動物とお話ができるようになると思うわ。え？ね、ドクトル。あらあら、大変。私もママみたいになれるの？やった！俺も？俺にもできるの？ええ、もちろん。しゃあ！動物とお話か、ワクワクするね。はい、がぜんやる気が出てきました。私も。ん、なんだ、みんなここにいたのか。そろそろご飯にしようよ。いやー、そっくりにできたよね。お見事。巫女が見たもつめ、こうしてやろう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 、にゃろ、にゃろ、にゃろ、ぴ。うん。おいいね。実に僕好みになってきたな、この町は。魔法の水のおかげで、あっという間に神浜は、じゃんじゃんじゃじゃーんと、ジャングルになってしまいましたとさ。
そう、さながらジャックの豆の木のように。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。